芝金よりは、南北朝時代の武将。もがみ金よりとも呼ばれる。欧州丹大柴家県の次男で、宇州丹大もがみの祖。沿源元,元年3月関東出寺で、いとこの芝課長の命により相馬氏を従えて、行方軍へ行き、北畠明家と激しく争う。この時金よりは、元服前であり、足利竹鶴を称し、重心無事へ堂誠の貢献を受けている。 延元2年、北畠明家との杉本城の戦いで、柴課長が廃止し、鎌倉も陥落したため足利義明は暗房へ逃れる。上杉範明などは、北畠明家が成城した後鎌倉を奪還、明家を追って成城するが、美濃青野原の戦いで敗れる。同年宇治家道誠を通じて、武志道林の所領を安堵している。略王2年には、 四季部大部として元服している。内県が北陸から欧州に移ると、金よりも共に下校する。塩分元年、出羽地方の北朝方として、佐賀江大江市、山谷市などの南朝方の抵抗を抑えるために、出羽国安舌地と称して、出羽国最上軍山形に入部し、翌年には山形城を築城し本拠とする。入部した金よりはまず滝の平湯賀地の達中を移して、 報道寺を建て、その他にも多くの寺社を建立した。では国の安国寺は、自伝によれば縁分4年に、金寄によって建立されたという。大曽根僧を地盤とした金寄にとって、安国寺を建立した山部僧大寺は、村山盆地のもがみ川を越えて、勢力を伸長する、佐賀江大江市を建成する位置であった。上寺6年に、鎌倉久保の足利元氏が死去した後、 ではを含む東国の各地で南朝方が放棄したが、漆川の戦いにおいて、鎌倉久保を継いだ足利氏光や、兄で欧州丹大の大崎正持と共に、南朝方の佐賀用江氏を攻撃し降伏させた。また、近隣の里見氏に弟の吉宗を養子に送り、一門とするなど、武力政策と婚姻、養子政策を駆使し、山形芝氏の基礎を築いた。 兄の時期持ちは、欧州官令課の大崎氏の祖となったほか、弟の持木、持ちら,らも欧州に子孫を残したとされ、足利一門の名家という出自を思わせる。大安六年頃には、室町幕府より、館号を許されて、最上館と称したことを機に、所要の最上軍にちなんで名字を、もがみとした。元年、着難の直家に家督を譲って、 以降は城内に草案を結び、念仏三昧の日々を送ったとされるが、英は三年の室町幕府官僚法書によれば、では国内演学寺領の室別船長州を担っている。攻略元年、天時五年死去した。子孫のもがみ氏は、戦国時代、もがみ義満の出現によって飛躍的に領土を広げ、 江戸時代初期に幕府によって解役されるまで、現在の山形県内陸部の米沢地方を除く、村山地方、西条地方、庄内地方を支配した。ありがとうございます。